正義のヒーローを演じながら人を殺すこの男、なかなか日本人にはいないレベルの殺人犯だと僕は思います。10年間で約300件に及ぶ窃盗強盗殺人、ありえない日本歴史史上トップ10に入る犯罪者で間違いないでしょう。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はいかに人間が人を見れていないか、逮捕されるまでは善人と称されていた男性の悪人感想額の話をします。そもそも結構リクエストが多かったのですが、以前シリアルキラー動画テッドバンディのコメントですごく偉そうな後出しコメントが来ていました。内容はテッドバンディなんかすぐに見て悪人とわかります的なものでした。これこそがまさに後出しじゃんけんでして、彼がすごい人数の女性を強姦し殺したのを知っている状態で顔写真を見ているからそういう印象に見えるだけ、根拠や証拠はありませんし、嬉しそうに上からマウント取ったメッセージでしたが、そもそもテッドはそんな風に見えないとアメリカシリアルキラー界でも有名な人物なんですが、コメントを書いてくれた方はもしかしたら神様かサイコメトラーエイジかエスパーマミだったのかもしれませんね。今日は殺人犯とバレるまで一部からはヒーローと言われておりました勝田清隆を悪人感想額で見ていきます。彼はそこそこ YouTube でも動画にされていますので、彼が行った犯行などを知っている人は感想額のチャプターまで動画をスキップさせてください。それでは本日も最後までお付き合いください。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法はケンケン TV 公式サイト気づこう会、感想学を学びたい人は感想学のすすめ、令和最新のデータに基づく生命判断は生命判断あやをご使用ください。各サイト、SNS、ご視聴、フォローしていただけますと幸いです。はい、というわけで今日もやっていきますが、勝田清隆の名前を初めて聞いた方も無論おられますでしょうが、彼は日本犯罪史においてかなり珍しい存在でして、連続殺人犯なのにテレビのクイズ番組に出演しており、その映像が今でも YouTube にあるという人物です。気になる方は YouTube で衝撃スペシャルワイドショー100大スクープ1993年激殺犯行現場犯人たちの肖像という動画をご覧ください。それでは本日の項目です。項目1、勝田清隆事件について。項目2、勝田清隆の生い立ち。項目3、勝田清隆を感想学で見るの3項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、勝田清隆事件についてです。まず事件について話していきましょう。一連の連続殺人事件を起こす直前の1972年7月、勝田は傷害事件を起こして京都府警察に逮捕された前科がありました。1972年9月13日午前5時過ぎ、勝田は京都府京都市東山区のアパートに侵入し、住人のクラブホステス女性、事件当時24歳を強姦した上で絞殺、現金1000円を奪いました。空き巣に入ったところ寝ていた被害者女性に気づかれ、泥棒、警察に通報すると騒がれたことに逆上したことが殺害のきっかけでした。同居していた内縁の夫、当時25歳が帰宅したところ、ベッド上で被害者女性がストッキングで首を絞められ下半身裸の状態で死亡しているのを発見して110番通報。京都府警捜査一課山科警察署は殺人事件と断定して捜査しました。1975年7月6日午前1時過ぎ、大阪府吹田市原町のマンション通路でクラブママ女性、事件当時33歳を絞殺して現金約10万円などを奪いました。被害者女性に対するひったくりを行おうとしたところ抵抗されたことが殺人にエスカレートしました。1976年3月5日午前2時半過ぎ、愛知県名古屋市中区の路上でシボレーカマロから降車したクラブホステス女性、事件当時32歳を襲撃して絞殺、現金約12万円などを奪いました。騒がれたことに逆上した犯行でした。1977年6月30日午前2時頃、名古屋市南区で麻雀荘アルバイト店員女性、事件当時28歳宅に侵入、現金約4万円を持ち去ろうとしたところに帰宅した女性と鉢合わせたために絞殺します。この事件から6日後の1977年7月6日、勝田は朝日放送 ABC テレビで放送されていたクイズ番組夫婦でドンピシャ、司会者月亭課長、出演海原小浜の収録に妻と共に参加して優勝を勝ち取り、賞金8万円、商品券10万円分を獲得しています。出演条件は夫婦で楽しい人生を送っているというもので、勝田はこの番組に1977年2月に応募して、同年6月15日に局内で行われた予選面接に合格し、番組内で勝田は司会者からの、もし奥さんが美人コンテストに出たら100人中10人の合格者に入るでしょうかという質問に、自分は痩せ型が好みだ、妻はスラッとした体格だからスタイルの面で見れば合格だろうと回答しております。1977年8月12日
日午後11時過ぎ、名古屋市昭和区のマンションで美容師指導員の女性、事件当時33歳宅に侵入、女性を絞殺して約45万円相当のダイヤモンド指輪を奪い、その8日後となる1977年8月20日に勝田が出演した夫婦でドンピシャが放送され、視聴率 20% 前後を記録しました。1977年12月13日午後5時過ぎ、兵庫区神戸市のビル通路で猟銃を用い現金輸送中の兵庫労働金庫神戸東店店員の男性、事件当時25歳を射殺して現金410万円を奪います。1980年2月15日午後3時50分頃、勝田は名古屋市瑞穂区の市道で瀬田信用金庫瑞穂通り支店に勤務していた外交員男性、事件当時44歳が集金を終えてバイクで支店に戻ろうとしていたところを狙い、近くの駐車場に駐車していた乗用車の助手席から猟銃を突きつけて、集金家紋およびその中身の小切手2枚、額面合計24万6660円を奪って逃走しました。当時犯行に使用された車は茶色のマツダカペラで、署内に捜査本部を設置して、この強盗事件を捜査した瑞穂警察署によれば、犯人の男勝田の特徴は年齢30歳程度、短髪で大長、青いサングラス、白っぽいジャンパーを着用した暴力団組員風の男でした。1980年7月30日午後11時過ぎ、名古屋市名東区のスーパーマーケット中部松坂屋ストアから現金商品券計576万円余りを奪い、夜間店長男性、事件当時35歳に乗用車を運転させて同市中区栄まで向かい、そこで抵抗した男性を射殺しました。一連の事件を起こしていた1972年から1980年にかけて、勝田は消防職員として勤務していましたが、1980年11月4日に大阪府大阪市北区曽根崎新地の繁華街でクラブホステスの乗用車と車内にあったハンドバッグを盗む窃盗事件を起こし、大阪府警察天満警察署に緊急逮捕されます。1982年8月18日午後1時頃、滋賀県大津市の駐車場で乗用車を盗み、さらに同日午後10時30分頃、前日の乗用車を使用し、京都市のスーパーマーケットエポック山品北店付近の路上で同店男性店員、当時45歳を車で引いて肋骨骨折など全治40日間の怪我を負わせ、店の売上品を奪おうとしましたが、近隣住民が駆けつけたために断念して逃走しました。1982年10月31日深夜、静岡県浜松市内でスーパーマーケットに拳銃を持って強盗に押し入るも失敗逃走します。1983年1月31日、当時34歳の勝田は名古屋市昭和区の第一勧業銀行で預金102万3000円を下ろして帰宅しようとした客の男性、事件当時31歳を襲撃し、男性に実弾3発入りの拳銃を突きつけて、これは警察官の持っている本物の拳銃だぞ、喋ると撃つぞ、後ろの座席に金を置いて車を出せ、などと脅して金品を奪おうとしましたが、隙を突かれて手を押さえつけられて取っ組み合いになり、その直後騒ぎを聞いて駆けつけた銀行員らと格闘になった勝田は、被害者男性、銀行員ら3人を殴るなどして打撲傷を負わせ、拳銃2発を発砲して抵抗しましたが、銃は命中せず、銀行員らに押さえつけられて取り押さえられました。愛知県警察に110番通報され、勝田は駆けつけた警察に身柄を引き渡され、強盗致傷容疑で現行犯逮捕されました。名古屋地方検察庁は広域113号事件の被疑者として逮捕された勝田を、まず第一関連事件における強盗致傷、窃盗の各罪状で名古屋地方裁判所に起訴しました。瀬戸信金事件など他数件の強盗事件も勝田の犯行と推測してさらに取り調べます。残る罪状もその後次々と起訴され、1984年4月26日に全ての捜査が終結しました。同日付で勝田は愛知県警本部から名古屋拘置所に身柄を移送され、死刑執行まで余生を同拘置所で過ごしました。ここまでが事件の真相です。それでは次の項目です。項目に勝田清隆の生い立ちです。勝田清隆はどんな人生を過ごしてきたのか、その生い立ちを話していきます。勝田は1948年8月29日に京都府の集落にて農家の長男として生まれました。家は比較的裕福でした。高校時代は吹奏楽部に所属し、小遣いの多い部員と張り合うために校内食堂で食券を盗んで友人らにおごったり、車両の窃盗、盗品の販売、バイク走行中に女性の頭を竹の棒で殴打して金品を奪うひったくり、車上荒らし、売店荒らしなどの犯罪を働いたりしておりました。
高校在学中にひったくりで逮捕、大阪府の和泉少年院に送致されます。退院後職を転々とし、隣町の1歳下の女性と付き合い結婚を考えますが、少年院帰りとは一緒にはできないと女性の両親に断られ、勝田の両親も家の格が違うと反対しました。それゆえ2人は大阪へ駆け落ちします。奈良県の運送会社で働き始めた後に両家の承諾を得て結婚し、男の子が2人生まれました。前歴を隠して23歳で消防職員採用試験に合格し、真面目な仕事ぶりで評価が高かったのですが、愛人や車などで金遣いが荒く、借金の穴埋めのために長距離輸送のアルバイトを始め、それと同時に空き巣を始めます。またこの時期に近隣の銀行で女子行員暴行殺害事件が起こりますが、警察が勝田に疑惑の目を向け、その度に勝田は警察への不満とうまくいかない人生への不満を募らされていました。水商売の女性のバッグに大金が入っていることが多いのに気づいた勝田は、クラブのホステスを狙いひったくりを繰り返すようになり、狙った女性から騒がれると容赦なく殺害しました。勝田が殺害した5人の女性にはいずれも複雑な人間関係があり、事件によりそれが発覚したために離婚や失脚した者もいます。大金を盗まれた形跡がないことから、警察は被害者の顔見知りによる怨恨や痴情のもつれを動機とする犯行との判断から捜査を進めていたことから、被害は拡大していきます。その裏で勝田の借金はさらに膨らんでいきました。1974年勝田は消防副市長となり、これを機に父親に賭博で負けたと嘘をつき、200万円の借金を肩代わりしてもらって借金清算するも、車、酒、愛人の誘惑に勝てず、再び借金が増えていきました。表彰20回、全国競技大会に2年連続入賞という実力で消防市長に昇格した頃には、昼間は真面目な消防隊員、夜は強盗殺人犯に変貌していました。虚飾な性格は変わらず、1980年7月にはスーパーの強盗殺人で得た金で280万円のトランザムと50万円のゴルフ会員券を購入し、同年11月に車上荒らしで逮捕されて消防士を免職となります。収入がないにもかかわらず、1982年には愛人と同棲を始め、日産ガゼールとトヨタクラウン、スーパーサルーンを購入するなど、羽振りの良さを装い、両親や盗みによる金で借金を清算してはまた借金するという生活を送りました。全国競技大会出場の頃など、殺人も空き巣も行っていなかった時期があるのは、本職の消防士として責任ある地位についていたこと、また愛人の存在を知った妻が自殺未遂を起こし、愛人や車に費やす金の工面どころではなかったからと後日自供しています。長距離輸送のアルバイトの間に空き巣や殺人を繰り返し、10年間で約300件に及ぶ窃盗強盗殺人を起こした後、ようやく勝田は逮捕されました。詳細な自供により勝田の数々の犯行が明らかになりました。とここまでが生い立ちです。次の項目です。項目3、勝田清隆を感想学で見るです。僕は毎度おなじみワイプに移動します。いつもと同じく感想学で見る前の注意点を話しておきます。僕は勝田清隆に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想学と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また彼がやった行為は抜きにして、そういった情報先入観はなしで、できる限りフラットで見るように努めます。ちょっと画質が良くないんですよね。いまだに動画も YouTube にあるのはありますが、やっぱり昔すぎて映像が良くないので、この白黒写真が一番まともに顔が見れるでしょうか。普段と同じように顔の形から見ていきますが、長方形で少し顔が長い形ですので、男性ですから思いっきりきつそうに見えそうですが、実は少し細いのでそうとも取れず、吉凶入り混じりと取るのが通常でしょう。金運は良くないのですが、人の縁は素晴らしく、周りから人気者と呼ばれるタイプです。額は広く非常に吉相であります。勝田の起こした犯行はどれも別地域で行うなど、約10年間も逮捕されなかった狡猾さもあります。ただのバカではないですからね。俳優は直線形で頑固真面目、融通が効かないと読み取ります。ここら辺りまでは画質が悪くても問題ありませんが、さすがにこの荒さでは学問や眉間の門が見えません。白黒の方で見るとうっすら外傷紋がありそうな気がするんですが、気のせいでしょうか。眉は左右非対称ゆえ、常に社会や自分の置かれた境遇に対して文句を言っているような人間と見ます。意外にも電卓参考の広さは普通でした。予想ではもうちょっと難がありそうだったんですが、普通です。先入観読み取りしてはいけませんからね。目もこの写真で見ると少し死鋭眼に見えます。このパターンの死鋭眼は過激思想や欲深いタイプの目と見るのが一番ベターでしょうね。鼻は吉相でも凶相でもないようにこの写真では見えますが、お金との縁はなさそうではあります。
耳も左右が違っていますが、右耳、耳たぶ部分で読み取り可能な鏡像であります。うっすらと見えるほうれい線は基地で全く問題ありません。口は多くを語らないタイプではありますが、本心も言わないので、考えを読みにくい人間であります。というわけで、勝田を面相のみで見ていきますと、淡々と物事を実行するタイプでありますが、左右非対称である部分が多く、競争型、欲が強く、自分の願いを叶えるためならば、どんなことでもするような人間であろうな、とは予測可能であります。が、勝田本人は22人を殺していると供述していますが、いくらなんでも日本人のこの面相で、そこまで人を殺せるような人間にはさすがに見えません。消防員だったり、ボランティア活動をしたりしながら、ここまで多くの殺人や強盗、窃盗などを繰り返すのは、明らかにサイコパス、ソシオパスの兆候が見られる人間だと判断できます。正義のヒーローを演じながら人を殺すこの男、なかなか日本人ではいないレベルの殺人犯だと僕は思います。10年間で約300件に及ぶ窃盗強盗殺人、ありえない日本歴史史上トップ10に入る犯罪者で間違いないでしょう。皆さんもこんなタイプの男もいますので、くれぐれも職業オンリーでの人間判別はやめましょうね。というわけで、本日は悪人感想学勝田清隆をやってみました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。キズ公開にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価やチャンネル登録もお願いします。当チャンネル占い師ケンケン TV でトラストリテラシーを高めて一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。